レックスハリウッド Q&A。 そう、光る青白王子美咲優太、シャイニーデミン、オミ君、ロスイントランスレーション雪の花、シャイニーデミンソロ、オミ君のソロで佐藤だけ、ブラック、グレイ、ベージュ、ホワイト、あとはファッションね。ファッションは、一年中を通してさらりとねコートを着こなせる感じのイメージが好きなので、まあ黒を基調として真っ白いスニーカーとかそんな感じです。はい、インテリアはコンテンポラリーが好きです。イタリアンモダン、ミニマムで、好きな場所、好きな場所は海、空港、新宿都庁、好きな音、波の音、雨の音、空港のアナウンスの音です。イソップ、韓国コスメ、コリアンコスメ、シャネル、サンローラン、ナーツ、トムフォード、Don't be afraid to change、 韓国系フランス人、ドクター、美容整形外科、犬派、ドッグ。昔はね猫も好きだったんですけど、今は、どちらかというと 97% 犬ですね。犬派っていうのかな、犬派です。はい、であとそうね、結婚のいいところはディナーに行って一緒に帰る場所が一つ、それはとてもね私は好きだなと思うんですけど、ネガティブなところは、私はね常にね頭脳がぐる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 ね新しいアイデアが湧いてきちゃうタイプで、でそれを新しい、例えば自分だったらエステのメニューコースに付け加えてみたり、何か企画書を書いて次のプロジェクトだったりとか、そういった時間がとても大事なんですよね。なので常にね一人でいるのが好きで、まあ月一婚だったらまあいいのかなとも思っちゃうかな。そうで、ライフスタイルは1年を通じてガーメントラック1台で通してます。いかにミニマムにシンプルに、物を持たないかというところが私のこだわりです。そうですね、黒髪センター分けで、まあ黒い服を常にそうね好んで、まあ韓国人が好きですね。韓国系ファッション、韓国の方がすごい好きです。で顔は、テミン、キムヒョンジュ、そうあとはコムドットのヤマト、佐藤健で、内面はすごく知的な方が好き、物静か、まあ、自分のプロジェクトだったり、すごくいろんな、そうですよね、マインドをね強く持ってる人なので、そうまあ飲みに出かけたりとかそういうのはちょっと NG で、どちらかというとまあ一人独創的で美術館に行ったりとかカフェ巡りだったり、なんかそういう感じの人が好きですね。こだわりのねある方ですね。そう、まあ以上本日アレックス・ハリウッド20問トータル20問の Q&A でした。それでは皆様、Hope to see you soon. Okay. Have a good one. Bye bye.